はい。じゃあもう一回最初に見た木ですね。ちょっと時間経ったんで、ワンチャンまた来てます。あ、いる。でかい。何が？うわあ、めっちゃ声出た。ミヤマのオス来てますね。あ、てか樹液めっちゃ出てんな、ここ。あ、降りてきた。降りてきてます。あ、でもそうでもない。60行ってたらいいぐらいじゃない。はい、今気に入ったやつですね。ミヤマのオスなんですけど、あんなにちょっとでかいとか言ってたけど全然大きくなかったです。60行ってたらいい方ですね。さあ他は、お、ハサミムシ。あ、ハサミムシも結構でかいな。うん、いや、この流れでカブトムシ取れへんかな。でもあれか、カブトムシ出たらこんなクワガタ取れへんか。なんか飛んでるな。はい、ちょっと分かりにくいんですけど、上にクワガタいます。多分コクワですね。そう見えるだけ。あ、キャッチした。コクワのオス。今日コクワもすごいですね。てかなんか飛んでるな、やっぱなんかブンブン言ってるんですよね。何が飛んでるんやろ。でもなんかミヤマっぽいな。そう、羽音がでかいんですよね。ブンブンシャカブブンブン。はい、でかいのが飛んでます。あー、あれミヤマのオスやな。はい、上にいるミヤマと格闘してたら赤足のメスもいましたよ。ふと見たらいました。多分これ出てきたばっかっすね、こっから。あー、入ってたんやと思う。はい、またさ、あ、あ、あ、落ちた落ちた。あ、詳しいや。はい、今動画撮れてたかちょっとわからんけど、上にいたやつですね。うん、ちょっと早かった。赤足。え？やだ。嫌になっちゃうぐらいいる。あ、ほんまや。枝にも止まってる。え？あ、出てる。ほい。ほい。あ、入った。あ、入ったな。あ、はい、赤足のメスでしたね。樹液吸ってたやつ。今日赤足もすごいっすね。かわいい。はい、赤足のオス。こいつ結構でかいっすね。なんなら今まで見た赤足一番でかいです。蹴るか。ちょっとね、最近蹴っても落ちてこないんですけど、ちょっとやってみますね。いくぞ。いて。いった。落ちてきた。おい、なにこれ、めっちゃ赤いよこれ。赤っ、やばこれ。これミヤマか。ミヤマ、ミヤマ、ミヤマか。え、これやばくね、これ。赤赤い。そう、これね、あ、これライト照らしたら多分わかると思うんですけど、バチバチ赤いっすね。あ、こっち側も蹴ってみるわ。いくぞ。あれ、やっぱあれか、上まで伝わらんのかな。はい、道のど真ん中にミヤマのメスがいます。もう今日やばい、ほんまにやばいですね。これずっと張ってたら多分無限に取れますね。はい、というわけでちょっと休憩したんですけど、最後軽く見て帰ろうと思います。さあ、また新たに来ているのでしょうか。どうかな。ちょっとやっぱ気温が下がってきましたね。うん、若干寒くなってきた。ちなみにもうだいたい日は変わってるかな、多分もう12時ぐらい。もう変わるよな。もう日が変わるぐらいです。で、ヘビトンボがずっといます。すごいな、やっぱ綺麗よな、ヘビトンボって。んで、おお、こっちにもいる、ヘビトンボ。クワガタいた？おそう。あ、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 落ちた落ちた落ちた。え、これやんな。はい、今上にいたやつ落ちてきたんですけど、コクワのオスでした。結構ちっちゃいですね。いや、今日はコクワがすごいですね。ミヤマもすごいけど、あ、ほんでやっぱ今日は種類がすごいです。5種類ぐらい取ってるんじゃないかな。あ、ほんまや、止まってる止まってる。枝にクワガタ止まってますね。ミヤマメスっぽいな。入った入った。
ハイエダについてたやつ、ミヤマのメスでした。結構大きいかなと思ったんですけど、そうでもありませんでした。はいはい、さっきみたいにアホみたいには取れないですね。まあ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 、もう結構時間遅いんでね、まあ十分取れてるからいいんやけど、さっきみたいにポンポンは取れないですね。はい、上にミヤマのオスいますね。あーほんまや、オスや。むずこれ、そう、これむずいな、これむず。お、押した、これでかいんじゃない。結構でかい音したぞ。これか、うえ、うお、でかっ。結構でかいよ。はい、今木の上にいたやつね、結構でかいです。まあ、70はないと思うんですけど、60の後半はありそうですね。はい、いや、いいですね。そう、これね、めっちゃ高いところにでかいのいるんですよ。ただ届かないんですよね。ジャンプ、あ、無理。おい、おい、最後の木に向かってたら道路に深山が。これ羽出てるから飛んできたばっかか、それか落ちてきたんかな。そうやな。はい、木でございます。でね、赤足サクさんタンバリンくんが見つけました。赤足のこれオスっすね。いやー、マジで無限に湧きますね。無限湧きやで、ほんま、ほんまにやばいここ。はい、ほんで木の根元に結構でかい深山のメスがいますね。でかいな。あ、やばい、飛ぶ。はい、あ、マジででけえよこいつ。でかいでかい。うん、結構赤いし。はい、ほんで結構上の方にもいますね。ほら、これも深山のメスかな。はい、上にいたやつですね、深山のメスでした。あー、もうガがめっちゃ邪魔してくる。うん、こいつも結構赤いですね。はい、てかもうほんまにさ、こいつ、お前めっちゃ邪魔するな。可愛いけどやめてくれ。はい、というわけで今回の採取はこんな感じですね。で、取れたクワガタを見ていこうと思うんですけど、まずここに入ってるの全部ミヤマクワガタのオスでございます。やばくないですかこれ。これ何匹いるんやろうな。まあ、10匹は超えてますね。12、3とかかな多分。で、70ミリ近くのミヤマクワガタも何匹かいるので、結構今日は良かったですね。ここはね、結構ちっちゃいのがいっぱい入ってるんですけど、まあコクワで、ミヤマのメスで、ノコギリのメスもいて、アカアシいて、で、アカアシはメスもちゃんといて、で、スジクワが、ペアでいますね。うん、そう、だから、何種類や？コクワ、ノコギリ、ミヤマ、アカアシ、スジク、5種類か。5種類入っております。で、コクワのメスがちょっと見つからなかったんですよ、今日。なんか知らんけど。そう、なんて言ってもこいつっすね。こいつマジでかいんですよ、このコクワのオス。あ、こっちもでかいんか。そうそう、こいつもでかい。いや、いいっすね、今日。素晴らしい。で、さらに、ちょっとここが埋まっちゃったんで、あれなんですけど、こっちにも、後半の方に取れたやつが入っております。まあ、だいたい一緒ですね。そう、こいつでかい。これ、ミヤマのメスなんですけど、だいぶでかくて、で、コクワとかも入ってるし、で、アカアシも入ってますね。うん。いや、すげえな、今日。はい、っていう感じですね。だから数えたら、これで10匹やろ？これ全部埋まってるから、1、2、3、4、5、18か。18足す10で28プラス、このミヤマのオスっすね。そう、ミヤマのオス後で数えます。15ぐらい？うん、じゃあまあ大体30匹以上で、まあ40匹ぐらいかな。取れましたね。はい、というわけでミヤマクワガタはね、合計15匹ですね。オスが15匹でした。で、サクサンタンマリンが標本読んで持って帰るやつと、僕がちっちゃいやつとか持って帰る以外は全部逃がします。はい、もう結構いろんなとこばらけちゃったんですけど、逃がしました。はい、で、他のクワガタもね、持って帰らないやつは全部逃がしますので、はい、持って帰ったとしても数匹なんでね、